カメラですか？じゃないんですか、これ。え、じゃこれ何ですか？これ何ですか？固形物。あ、固形物、触っていいんですか？じゃあここ、ちょっとダメだ。あ、ちょっとダメ。こことか触っていいんですか？あ、なんかふわふわしてる。え、こことか触っていいですか？何ですかこれ？これって何なんですか？宮古島へ向かっちゃいます。行きますよー。行きますよ。宮古島、私人生で初めてなんですけど。私もですよ。初めての体験を見に行きましょう。見に行きましょう。行きます。行ってきます。よし、じゃあ旅立つぞ。じゃあ沖縄。沖縄。ティファニーみたいじゃない色合い。わかる。ね。え、待って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 。え？ね、やばい。え、すごい。怖すぎる。絶対やろ。絶対やろ。冷たいかな。え、冷たいよ。この間よりは。冷たい。あ、冷たい。冷たい。あ、冷たい。え、冷たい。あ、あっちは？あ。バースルーム。わー、バースルーム。かわいい。かわいい。卵が。卵。卵が。待って、手洗う石鹸すらかわいいんだけど。ちょっと目が。おしゃれすぎる。おしゃれすぎる。うわ、待って。何なの？めっちゃいいよ。めっちゃいいのよ。なんか、マリの匂いだけど。女性らしさが重たいと思った。少しひと汗で入ってるような爽やかな感じです。あ、これボディロース。かわいい。こういう家に住みたい。分かる。もう一個見てほしいところがあります。え、何何待って、うわ、景色絶対いいよ。えやばい。うわ、伊良部大橋が全部。いけいけいけ。うわよし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 、出発進行ですかね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。します。出発進行。宮古島からは彼らが参加してくださることになりました。こんにちは。ちなみに今日のプランは、あ、今日のプランは、ね、何も聞いてないんですけど。今日はですね、海で遊ぶぞ。イエーイ。タコライス食いたくね。うわ、タコライス食いて。うわ、家系ラーメンですか。うわ、あり。家系ラーメン。え、ラーメンありだよ、めちゃくちゃ。ごめんごめん、ごめんごめん、みんなごめん。え、晴天いく？晴天。全然何でもありだよ。え、こうぜこうぜ。え、参加の人。はいはい、はい、あ、じゃあ満場一致ということで。よし、じゃあ家系ラーメンを食べに行きましょう。沖縄っぽいの食え。なんですが、あ、すいません、現在の時刻1時57分なんですが、はい、2時に閉店です。うわってなると、宮古そばとかにしますか。まあでもすごい宮古そばにニンニクが効いてる、結構パンチの効いた宮古そばのお店もすごい有名であるんですよ。詳しいですね。はい、どこも2時までとかってないですよね。怖いです。すいません。あれですね、22分、もう宮古島のこっちの横断する感じですね。もう一刀両断する感じです。宮古ダブでドン決まりって感じですか。ドン決まり。ドン決まり。AW2 分で着きます。ああいうところのちょっと美容室とかさ、ちょっと行ってみたいよね。カット&パー。カット&パー。ドンエンドラ。豚チンジ。トンチンカ。あ、トンチンカ。あ、トンチンカ。豚チンジ。あれ、ここからちなみに。しかもドライブスルーじゃん。昨日のところじゃん。ドライブスルーだ。カーリーフライドセットを1つ、こちらウーロン茶をつけます。
お客様、カリフライのお客様、メルティダブルのお客様、カリーポテトのお客様、じゃーん、ビッカーチーズバーガーです。リホちゃんと私と社長は一緒です。私が頼んだのはメルティダブルです。あー、いいですね。何が入ってるんですかね。タルタルって言ってたっけ。野菜が入ってないって言ってた。肉とチーズとタルタル、これめっちゃいいじゃん。私が頼んだのがカムエッグです。いただきます。で、野菜でした。はい、いいよ、俺食べるよ。いいよ。俺もらう。何がいい？とりあえずよ。トマト。いただきます。玉ねぎるやついる？タルミズ食べるっぽい。美味しい。美味しい。うん。すごいくるくる。普通。チーズみたい。うちが先に言った。うん。野菜こっちだね。あ、じゃあほら。いいよ。チーズ食べてあげる。これめっちゃ美味しい。みこさん。はい。かわちいね。うん。あ、ごまがついて。セサミか。2個口にセサミついてる。うん、ありがとう。ごまね。うん、セサミ。で、ハーフ。ん？ハーフ。じゃないけど、まあ、1週間ぐらいアメリカに行ったこと。ごまね。セサミ。1週間ごまだね。両兵これでも結構絶対になる。あ、でもまだいけますね。ああ、いけんだ。両兵小食？体重聞いた？改めて測ったの。48。じゃあ、うちより軽いよ。あの体重計がおかしかった。いや、おかしくない。え、彼女とか何キロ？43、4とか。わちゃん、だって彼女より全然軽いっていうパターンもありますよね。で、後ろ兵が使ったら彼女より重いんじゃないですか。付き合う？付き合います。理想系は？わかんないんだけど。身長何センチで何キロぐらい？180センチ。うわ、80。それ女性で言う、え、かったぞ。175以上。今敵に回してる。175以上。理想でしょ、だって。もう俺は理想よ。いいじゃん、100以上かかっちゃうよ。そっちだってなんか C カップ以上とか言うんだろ、どうせ。175以上、65キロ以上。脱落だ。170センチ以上、体重わかんないんだけど、体重結構100キロいってなければ何でもいいの。あ、わかるわかる。48以上100メガンで。両兵の理想は？それこそ体重がわかんないな。じゃあ何センチ何カップでいい？あ、何カップで？155以下。以下？自分が170だから20センチぐらい下がった方がいいのかなと思う。なるほどね。だいぶあるね、20センチって。155とか50とかで F カップ。なかなかいねえよ。じゃあ両辺の想像してる F はどのぐらい？いらないだろ、そんな。理想は俺小さい子の方が好きで、50センチとか。あの、そうそうそう、ここはあんまりないかも。いらない。いや、あったらいいよ。あったらいいけど、なくてもいい。最低どんぐらい？最低…いやいや、しないから最低 C。 おお。社長は？理想160から170ぐらい。え、高めなんの？理想はね。胸は入選してますよ、今のところ。 B カップ。C カップ。マジ？スタイルいい子が好きなんだ。あ、うん、そうかもしんない。あ、じゃあ2人ギリセーフ。セーフですね。あ、でも父あるから、あるか。あ、ダメだ。みんなでチオリオリオリハモろうぜ。チオ。誰ソプラノ行った誰？じゃあそれぞれのパートね。あ、オッケーオッケー。それぞれの。綺麗に心を合わせるしかない。じゃあ行きますよ、皆さん準備はいいですか？はい。せーの。チオリオリオリ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 。
チオリオリオリチオリオリオリ3回行きましょう。3回3回みんなもう迷っちゃってる、迷っちゃってるね、うん、自信持ってこう、うん、チオリオリオリチオリオリオリチオリオリオリ、うわなんか宮殿みたいなのあるよ。わ本当だ、教会何やる、あ教会、結婚式場、宮古島で結婚式とかよよよチオ、何よするね、チオ、口で息しなきゃいけない、ちょっと海の散歩に行ってきます。やめて。進みが悪い、進みが悪いぞ、よし落とされしよ、落ちるよ、戻るか、大丈夫だ、みんなで。どうかな、どうかな、ミキナルに敵を発見しました、早く向かいます。
あ、隊長、隊長すいません、隊長すいません、頑張らせていただきます。なんか食ってんな。あ、すいません。なんか食ってんな。いや、なんか。なんか食ってんな。いや、いや、いやじゃなくて、あなたが持ってるもので。いや、私知らないよ。え、あの人かな。あ、君かな。違います。食べてるね。ね、こうやって僕たち今、なんか海の探検してきて。よくなんか。よくないよ。一斉の知り合いだった、最近はさ。あ、今ちょっと知り合ってるよ。あ、あいつはもうズミです。あ、ズミ？あ、よかった。なんかかわいい。うわ、びっくりした。なに？こんなじゃん。なに？なに？マスカラエクソ。エクソ、エクソ。はい、チーズ。取れてないだろ。もう2枚。はい、チーズ。やん。やん。オッケー。オッケー。よっしゃ、この中でビーチバレーボールやりたいやついるね。はい。めっちゃいい写真。Thank you.